大変だ。あと5日ぐらいで、なんとトリコのファースト EP が発売する。大変だー。大変よ。大変だ。大変です。それで明日から私たちトリコレンジャーと悪役がなんかします。ちょっと 3.14 の順番に並ぼうよ、せっかくやったら。3で天顔さんで1で、ほら、今度発売する、EP の1曲目のタイトルが 3.14 です。2曲目がおもてなし、3曲目がテレキネシスです。俺はタイトルバキュン EP。 では、明日からですね、私たちバキュン EP までが発売までが5日間あるから、そうユーストしようかなと思って、 YouTube ばっかりに気を取られてんと。生放送やから見逃したらもうおしまいだで。う、三体になった。だから明日からユーストするから、みんななんか順番にな、一人ずつやったりするか、まああのゆるい感じ、そうゆるい生放送っていうか事件みたいなのが多分起こると思うんで、一人ずつやるんで、全員じゃなくて。さあ1日目は誰かな。明日からあの毎日ユーストをご覧ください。また追って日時言うんで。大変だ。やばいやつがいる。やっつけてくれ。変態がいる。おい、ミドレンジャー。ミドレンジャー。木だ。やってくれ。変態マスク。じゃあほんまに、ほんまじゃね。ほんまに大変だよそれ。イエローやってくれ。じゃあお前のほんまに大変やつなのにおかしいの。ドスって言われた。思った。君たちも。悪のゾンビのやつには気をつけてユーストー配信を見てくれ。それではみんな元気で平和に。